はい、始まりました。今日はですね、ジャズの真髄でもあるタンパク線香、一拍線香を、お届けしたいと思います。タンパク線香半分、半拍前に出す、一拍前に出すということですね。これをやることによってジャズの本質に近づいていけるんではないでしょうか。お聞きください。まあ、これがオリジナルだとしたら、例えばなどが、半拍線香ですね。まあ、一拍線香ってのはなかなか難しいんですが、ちなみにこの曲で試してみると、これが一拍線香ですね。あとはこういうのもそうですね。これもね、ルイ・アムストロングが歌ってるやり方ですね。一拍線香になります。半拍前に出すっていうことを常に頭に入れて、後ろに引っ張るっていうのは間違いですので、まず前に出すことから、研究してみてください。ジャズの本質に近づいてくると思います。